はい、台風がやってきます。いつもの結婚式場なんですけど、もうね、飾り物なんかも、ね、全部撤去してあります。そして植物たちもね、ここに寄せました。もう引き上げたりするのもですね、いいんですけど、数が多いんでね、その場で、できるやつはですね、こういうふうにもう固めますね。もしこれで倒れたとしてもですね、植物たちはまあ折れたりするぐらいなんでね、大丈夫ですけど、窓ガラスとかがですね割れたりしないように、なるべくね、こう密着した状態で固めておきます。はい、でね、もう水も切れて空っぽで、そういう風になるとかなり軽くなってます。で、お水をこういう風にしっかり溜めてね、重くしておいた方がやっぱ飛んでいかないからですね、お水はもうしっかり溜めていきたいと思います。いや、本当ね、すんごいでっかい台風で熊本ど真ん中通っていくみたいなんで、まあこれはもうなるようにしかなりませんけど、まあできる限りのですね対策はしないといけません。皆さんもですね、植物たちはねそんな気にしなくていいんですけど、鉢が割れたりね、倒れてガラスが割れたりね、車が傷ついたりする、こっちの方が大変なんで、そういう風にならないように、もし飛んだり倒れたとしても安全な場所にね、こうやって寄せてあげることが大事です。やってください。で、重い方がですね飛ばないんで、お水をねしっかり溜めてあげとくとね、いいと思います。 2,3 日溜めてたぐらいじゃね、そんな腐りもしないんで大丈夫です。はい、一通りね台風対策も終わったので、ハウスをね若干片付けながら、まあこういうね、やっぱ枯れ葉がついてる子たちがね、レンタル先から結構帰ってくるんで、お手入れをしながら、久しぶりにチワ手入れをね、していきたいと思います。暑いですね。ちょっと風がさっきはそよそよと吹いてはきたんですけど、今ピタッと止まってね、外、もう鬼のような暑さです。湿度と。熱でもうねやばいですよ。日曜日にママチャーとゴルフしたんですけど、はい、お疲れさー。ママチャーもね若干熱中症で熱が抜けないみたいで、今日もぐったりしていました。皆さん気をつけてください。はい、まあですね、今からの時期はまあまだ先までね暑くなると思うんで、太陽の再生工事はね全然大丈夫ですよとはね言っていますけど、まあこれも植物の種類とかですね、皆さんが住んでいる地域の気候をですね見越して、やっていくといいんじゃないかなと思います。太陽の再生工場に出してもいいしね、これはもうハウスの中でね育てようかなとも思います。はい、でまたいつも言ってる通りね、気候、地域、ね、環境が全て皆さん変わってくるんでね、これ一概にこう僕のやっていることがですね皆さんの住んでるところでね当てはまるかって言ったらそうではありません。これ確定的なことを言ってる人はですねあんまり信じなくていいですよ。こうやるといいですみたいなね、今の時期はこうしてくださいみたいなね、確定的なことは、ね、植物にはねないので、ね、これもう皆さんが今から先やっていく上でですね、やっていきながら覚えていくしかありませんね。植物ずっとねやってる人たちはねもうあれですけど、最近育てた方とかはですねやっぱ再生もすぐ、ね、育つと思ってる人たちもいるし、植え替えてすぐ元気になると思ってる人たちもねいますから、皆さんの環境でね植物たちが慣れて育つまでには結構時間がかかりますよ。いや思ったんですよね、こういう、ね、この間からいろんな植物見せてますけど、まあ、例えばあれないな、空手屋なんかねめちゃくちゃでかくなったりしてるのとかもありますね。だいたいこういうストロマートってこういうちっちゃいんですけどね、大きくなったり、あれレンタルで使われたのかいなくなりましたね、なるんですけど、やっぱああいうふうに大きくするためにはですね、生産者の人たちが工夫して、ね、大きくしていると思うわけですよ。水蒸気を与えたりね、ハッチの中の環境を変えたり、栄養剤だったり土だったりね、いろいろ変えながらやっているんで、それを皆さんのお家でね、環境が変わったらね
その大きく育ったやつもそのまま育つということはね、なかなか難しいですよね。だからあんまりね、こうこだわった植物というかですね、まあ、植物を飼う上でいろんなことをですね、あんまり深く考えなくていいと思うんですよ。どの道皆さんの環境に慣れるまでですね、傷んだりすることが多いので、これは本当言えます。飼う時とかですね、買ったと思うんですけど、悩んでる人たちがですね多いですけど、でどこどこのね、生産者のどこどこ植物、何の植物とかですね、まあ、もちろんいい悪いっていうのはあるんですけど、結局のところ皆さんの管理次第で全てがですね変わっていきますんで、もうね、土やですね、肥料とかのことを言い始めるとですね、これはもうね、キリがなく論争になってくるんですね。僕はあまり言いたくはないから言わないんですけど、やっぱりね、植物たちは環境に適応能力がありますんで、ね、適応してからが皆さんの育てる力の見せどころという感じで、はい、そういう風にして、ここ知らないとですね、やっぱこう枯れたり傷んだりするのが自分の責任だと思ってね、植物を育てることをですね諦める人たちが結構多いんで、ここ知ってると楽なんですよね。知らないといけないところですね。枯れた原因はあなたのせいじゃありませんとね、生産者の環境から自分たちの環境になれるまでというのはね、やっぱりそれなりの時間がかかります。それは1ヶ月2ヶ月とかじゃねないと思いますよね。時期によっては今から先はね、冬になってくるともっと時間がかかりますね。1年見とけばねいいんじゃないかなと思います。暖かくなってね、春先からまあ今ぐらい、夏のね8月の終わりぐらいまでとかね、育てることができたりね、傷んでもこういう風に再生したり、ね、いろいろなことをしながら成長させることができたら慣れてきたと言ってもいいんじゃないかなと思います。それぐらい時間がかかりますんでね、まずは傷んだ時はですね、傷んだり新品の植物を買ってきて傷んだりした時、自分のせいじゃありませんということをですね頭に入れてください。もちろん水をねやらなかったりとかですねした場合はこれ論外になってきますけど、まあ、水をあげるねタイミングっていうのもやっぱ2ヶ月3ヶ月はね余裕で慣れるまでかかりますから、そういう風にしてください。それとですね、これも一つ言えます。枯らした場合ですね、もうその植物ダメだと思って違う植物に手を出しますよね。そしたらその植物もうそこで終わりなんですよね。だからぜひね、傷んだり枯らしたりしてしまったらまた同じ植物を買ってきて同じ場所で育ててみてください。そして水の配分を変えたり、まあ、それでもダメな時に、ね、場所を変えたりしてみて、その植物が上手に育つことができるまでやってみる。そしたらその植物クリアしたということです。一回ね、傷ませてしまったってだけでやめたりね、まあ、2、3回も一緒なんですけど、そうすると全然こう植物を育てることの技術がですね成長しないんですよ。まずは自分でね、難しかった植物、まあ最初から難しい植物に手は出さなくてもいいんですけど、ね、簡単な植物、こういうねポプスとか、ね、今カットしていたカシャバゴンとかフィロデンとかね、上手に育てる、簡単にね育つんですけど、やっぱりこういうポトスでもね、置き場所一つ、管理方一つで、傷んだりね、まあ、根の張り方が違ってたらですね、水をたくさんやってたら真ん中から腐ってきたりとか、いろいろありますね。これも花苗とかも一緒なんですけど、やっぱこれの辺はね、生産者とかでもねこう差はあります、面白いんですよ。面白いことがあったのは2週間ぐらい前ですね、ここにフラッと来てですね売ってくださいというおばさんがいたんですけど、いやここ販売所じゃないんで、なんでここ知ったのかなと思うんですけどね、販売所じゃないから売れませんと言って、新品のがねでもちょうどあったんで新品のねカポックを売ろうかしたら、いやそれいらないって言ってですね、それは新品でしょって、あなたたちがレンタルで使ってるのが欲しいと言われて、鍛えられてるかってよく詳しいなと思いましたね。まあその通りなんですよね。僕らが使っている植物はねこういう殺伐としていますけど鍛えられていますから、やっぱ普通の植物、同じ植物でもね、やっ
ぱ強いんですよね。何回も何回も再生してるし、根っこが回っている。だからね、そういう目の肥えたというかですね、植物に対して、まあ、知識が多いわけじゃないと思うんですよ。自然と知ってると思うんですよね、うん、で多分見てるんでしょう ね。だからレンタル屋さんの植物を欲しいとね、あの新品の植物はいりませんと、弱いからとね言われてました。もう多分80枚ぐらいのおばちゃんでしたけどね。そんな感じで、まあ植物っていうのはですね、いろいろ育った環境とかですねありますんで、でもとっても非常に簡単だし、まあ、早くはこうねコツをつかむこともなかなかできないと思いますんで、ね、こういうふうに雑な環境でもやっぱしっかりね生きているということは、この子はたくましいということなんですよ。こんなねこんなに曲がっちゃって土もスカスカでも元気に生きている、水だけで、こういうのがね強いですよね。こういう植物目指してみてください。それでは台風、皆さんね来ると思いますんで気をつけてください。バイバイ。